卒業式は来てないんでね。まあ、見えてきてるんですけど、正式教師はまた、もうちょっとしたら、うん、ここからここまでね、肝臓の機能が今、血液中のタンパク4で、ちょっと低い。アルブミンはまあ正常。タンパクっていうか、肝臓ってさ、タンパク質ですね。はい、分解して、アミノ酸にして、うん、で体に必要なタンパク質。だから、栄養が足りないからですね。アルブミンはタンパク質の一番多い。まあ、これは正常範囲です。低人比で、まあ、アルブミンとグロブリンの比率ですけど、まあ、正常範囲ですね。ビリルビンが 0.1 は正常です。これが 0.5 したら危ないですね。だから GOT32、GPT4 が正常です。で、ALT が200高いですね。だけど、これね、空輸はね、高くていいです。なるほど。はい。で、まあ、生後6ヶ月から、まあ、10ヶ月ぐらいまでは高いです。骨の成長とともに上がる。成長期は下がります。で、あとは、実際超えて高いとは単純の中で、単純の中にある反応が、胆のから管が順序なので、胆汁が順序流れて、胃から流れてくるのを、まあ、まず脂肪の消化をするのに、胆汁とそれから水道から出て、消化酵素が、まあ、また脂肪を分解するわけですから、まあ、これだから、正常。ガンマ GPT、正常でしょ。次、リパーゼ。これは膵臓が悪いから。ただし、これは感度はそんなに高くないです。60% です。感度が60とかって思うことがあったら、正常だけど、おそらく 60% です。ということは、31点の自己成熟は推移になるかもしれない。そういう件です。まあ、まあ、でも症状ないですから、推移になったら、はい、じゃあ、いいですけど、まだ。推移だと、痛いって感じですか、もう水泳になったら。じゃあ人間と一緒です。まずは痛い。で、食べたら、その時の中に腎臓の機能を見る。腎臓の機能を見る。腎臓の機能を見る。で、まあ、正常なんですね。クリアチニンはこれ、1.0 です、正常は。で、まあ一応 0.3 だから、低いですよ。これはですね、クリアチニンというのは、タンパク質の一番嫌がるサイクル。タンパク質作って、また肝臓でアミノ酸に分解して、体に必要なタンパク質作って、またアミノ酸に分解して、体に必要なタンパク質。一番最後にはいかないタンパク質が、尿素脂質とかクリアチニンなんですよ。この子、タンパク質が取れてないってことですか？そう。だから、低タンパクで、クリアチニンがちょっと割り低いから、もうちょっと食べてほしいなと。タンパク質って何を次は脂質代謝、これステロールと中性脂肪、まあ正常でした。次、電解質のバランスですね、ナトリウム、カリウム、クロール、まあこれがちょっと外れてると具合が良くなっちゃうんですけど、一応正常ですが、よく見るとこれギリギリですよね。もっと水を残して、まあやっぱ水足らなかったんだ。ちょっと水を残して、これが高いと脱水ってことになります、ね。カルシウム正常でした、ね。リーパー、これも、まあちょっと高めなんですけど、若い子は高いです。で、一歳過ぎるとまず、もうちょっと下がります。で、年取って腎臓悪くなると、だから、子供と、腎臓が良くない腎臓が、血糖値が正常です。次、糖化アルビノイン。これはね、過去2週間の血糖値の平均を見ます。糖尿病などがあります。低いですよね。ってことは、ブドウ糖を作る力が弱い。ブドウ糖を作るのは、肝臓で作る糖質です。ちょっと、そういうブドウ糖を作る力が弱い。だけど、この低タンパクがあればね、これも下がってくるんですよね。これが私一番心配したんだけど、これが一番の肝機能です。33、正常でした。これね、もっと言うと 5.0 です。7.9 では違う。絶食の時は 5.0 です、正常。で、ご飯食べた後は 15.5 と言いますけど、まあ、とりあえず絶食時代でチェックして、もし食べるんだったら、食後も見た方がいい。
考えられててさ、もう一回機能に弱いっていうのはさ、そういうことってなんかレントゲン撮ると、髪がちっちゃい。ああ、もともとね、はいはい、そういう子が増えられるからね。そういう子は門脈シャンプーってさ、生まれつきの問題さ、だけどそれはどうもなさそうですね、うん、女性が。次 CRP、これは炎症マーカーが正常です、うん、あれに炎症があるとは分かります、うん、次シスタチン C、これは腎臓病の早期発見で、まあ、正常でした、うん、さっきのね、尿素指数とかのやつね、うん、まず片っぽ正常で片っぽ低いぐらいですよね、うん、実はこれが高くなったらですね、うん、腎臓の半分ダメでも高くならないんですよ。え、だから腎臓でしょ、2個あるんですか。腎臓は4分の3以上、機能不全を起こすと初めてこういう尿素指数が悔しいのがあるんです。相当あれば何か上がってこないんですよ。で、それよりも先に上がってくるのがシスタチン C というのが最近にできた検査で、まあ、でもそれも正常でした。じゃあこの検査が先になったやを追加しとけば、こっちが上がる前にこっちが上がってくるから早く見つかる。一般的にはね、ただ必ずしも 100% ではないですよ、ね、うん、次左の抗原検査、うん、マイナスです、うん、次 T4、うん、これは甲状腺ホルモン、甲状腺ホルモン 3.9、ちょっと高いです、うん、でね、これもね、子供のうちはちょっと高いです。代謝、甲状腺ホルモンで、ここに甲状腺があってホルモンで出ますよね、うん、で、代謝を司る、だからいっぱい代謝してる、そうです。で、また代謝しなきゃいけないですよね、うん、で、ワンちゃんはね、甲状腺機能亢進症になる子はね、まずいから、あ、そうですか、年取ってからね、で、機能低下症、生まれつき機能低下症の子、多分年取ってから機能低下症になる子がいます。猫ちゃんは、まあ、生まれつきの機能低下症の子がいるけど、年取ってから機能低下症の子はまずいから、大抵亢進症なんですよ、なぜかわかんないけど、実は動物に違うんですね。それで白血球、まあ、炎症があったりね、スーパー増えますけど、正常なんでした。次これ、赤血球の数、500、ちょっと低い。この3個がついてるのは低いってことですからね。で、この子が、まあ、そう気がしたんですけど、これはだから、今日は赤血球の数が少ない子が低いってことです。面白いな。で、まあ、それに伴ってヒモグロビン、赤血球の中にヒモグロビンっていうのがあって、それが酸素、運搬装備だけど、数が少ないから、ヒモグロビンが少ない。今のところ一等地った赤血球の量を測る、量測もちょっと足りない。でもこの人を飛ばして血小板、血小板がまあ一応正常、うん、でも若干高い、40万7000円、血小板っていうのは体の中に炎症が起きると出血します、うん、炎症が起きない、そう出血を乗りの働きして止めるのが血小板。血液病後にして血小板がいないですけど、1対1次止血、2次止血なんですけど、まずは血小板、その後血小板で、そういったのを作る大元ってさ、まあ、血小板は肝臓じゃないけど、血液病原の血を作るのは肝臓なんですよ。だから肝臓にちょっと弱い子は血が出たら止まりにくい。まあでも一応、まあ、ちょっと俺に見たらいいでしょう。ここで気にしようかな感じは、赤血球の数ですね。これ赤血球の量を設定するからの数。まあこれは大事ですね。これも、この、もちろん、これ腎臓の検査だけど、要は、ちょっと栄養が足りてないっていう。で、もうちょっと、あれ、カルテそっち行った？ちょっと、はい、その中に他の検査が入ってない。で、それ食べれるんだから、ちょっと食べていい。あれ、マスクしてたかな？いらないな、めっちゃ。あれ？あの、おなしいところに行かない。ない。あんな風にあのブラッシングさせてくれません。予想もいるね。気使ってる。で、あと病院でし同じ検体をね、病院でしでも調べてます。うん、全部じゃないけど、うん、あの左の子供、これは抗原検査じゃなくて、直接血液の
CV30 ここだけマトグリッドっつって一緒で、うん、同じ検体でもさ病院見たら30度こっちだったら30度まあ、だから若干貧血してるって言ってましたね。だから発見急須は1万3000円、うん、こっちで見るとここ一緒がね、はい、珍しいね。大抵違うんです一緒にはならないけどね、うん、だこれはこちらにはないんですけど、うん、横断横断肝臓が悪いと横断が出るんですけど、うん、出てません、うん、あとは、うん、この1万3800の白血球の数の、うん、があるんですけど、その内訳ね、白血球も高中球、リンパ球、胆球、好酸球、好塩基球ってあるんですけど、まあ、高中球というのは急性の炎症で増えます。でそれが1万3100のうち6000、まあ、正常です。まあ、当然炎症があれば増えるし、リンパ球、リンパ球はまあ1000から4800で5200、まあ、若干多いけどね、まあ、でもちょっとぐらい多いまでです。病気になると少なくなります。逆に、それから血液のがん、白血病になるとめちゃくちゃ上がります。これは5200じゃなくて5万2000とか、ね、10万とか、まあ、これぐらいは、まあ、正常範囲で見てもいいと思います。胆球1310、一応正常だけどよく見るんじゃないですか。これね、こっちは急性の炎症だけど、こっちはですね慢性の炎症で増えます。慢性炎症があるってこと、うん、まあこれだけで、まあ、一応でも正常ですよ。正常の肝異常病です。次、抗酸球、これは寄生虫とか、うん、あとアレルギーがあったりすると増えます。まあ正常です、うん、大丈夫。まあだから内訳は大丈夫。で次、赤血球の数ね、498番、先ほど言ったら427だから、まあ少ないマイナスが増えて少ないですね。でこの赤血球の形を見てるわけなんですけど、若い赤血球は大きいです。へぇー、若い赤血球は肌色なんだけど、若い赤血球はちょっと染まってくるっていうのが分かるんですけど、一応見てました。でも1プラスということは、まあ、100個の1個ぐらいで、まあ赤血球の数が普通の子だったらこんでいいですよ。でも赤血球の数が少ないわけだから、もうちょっと若いので出てなきゃダメ。そういう面では少ない、だからもっと栄養を取らなきゃ、だからこういう面のバランスに取られてこうどんどん刺しを食べない、食べない。まあでも舌の色はあの最初よりは上がってきたと思いますよ。本当に最初白かったからね。血小板はここでは、まあ、407,000、まあ一緒で、でまあこれ正常です。この検査キットで見るとちょっと高い、見ていいんだよ、まあ、ギリ正常です。で実際に血液止まって血小板見えるんですけど、いい、うん、まあそんな多くなかったです。普通ぐらいかなと思いますから、普通ノーマルで終わりました。はい、ここでまた正式な練習が来たらお渡ししますね。食べていいんだよ、はい、ただタンパク質を上げる食事をしただけでは、それでご飯なんだけど難しい。ご飯のほうがここで入ります。とりあえずささみは食べます。ささみって本物のささみですね。はい、そうです。あの、湯がいて、うん、で、フレークみたいのも一応ささみって何グラム、うん、1日に5グラム、あの、なんていうんですか、しつげ代わりにあげてるってことですね。なんかちょっと目薬入れた時、はい、1日5グラムです。5グラムでしといてくださいね、はい、今、ドライが今言った量を完食しててもさ、21、21、13だもんね。朝残してくるから53食べてない、全然食べてない。だから、まあ、45から53ぐらい、それで1日、はい、でささみは、うん、あの1日、まあ、このこれのさ内訳以下に絞るんですよ。 50g ぐらい経ってるから1日で1日で、ささみのふりかけってそれはない、もう本当にささみだけのふりかけが売ってて、それはワンちゃん用、ワンちゃん用できればね、これでは、あ、それでも全然いいです、頑張ります。これでやって、なるべくもそのささみの振りかけやめておいてください。わかりました。とにかくこれを食べさせたいんですよ。そうなんですよね。で、これがどうしても食べんごんの場合はね、手作りフードになってっちゃうから食べが悪いと、そうそう大変なんです。大変ですね。
と炭水化物と脂肪を考えなくて野菜、はい、これを1対1.1の中で作る。でもそうすると絶対足りない栄養素が出てくるからさ、ね、それにプラスちょっとサプリメント入れなきゃいけないから大変なんですよ。1対1対1なんですか。そうそう、へえ。タンパク質が1、総合栄養食のドッグフードもそうやって作られてるんですか。1、1、1、ちょっと炭水化物が多いかもしれない、総合栄養食は。とあと野菜ね、だから重さでね、例えば 10g、10g、10g、ただし野菜は玉ねぎにならないですよ、ね、で、あとさ、これ以外で、ね、野菜の中でね、筋肉少ないからさ、隣で言いましたけど、筋肉作る野菜、いや、まだお伺いしてきたんです。筋肉を、はい、ごめん、筋肉作る野菜ね、筋肉作る野菜の BCA がたくさん、BCA っていうアミノ酸です。マグネシウム、すごい美味しいって言います。でこれは普通はね、食べ物を取ると肝臓で処理してアミノ酸に入れたタンパク質作りますね。さっき言ってこれは、ね、筋肉で代謝する。筋肉で代謝してあのタンパク質、筋肉って3つあるんですね、骨格筋肉、骨の前を、これちょっと足りてないですよね。だからあと心臓の筋肉です、あと胃とか腸の筋肉、胃とか腸の筋肉、膀胱は平滑筋肉です。こういったところに代謝してくれたら、これをちょびっとやる、5グラム野菜をちょっと増やそう、食材が、別に毎日やらなくてもいいんですけど、ある日だけ1日 5g、 人参とかさ、かぼちゃは磨いてあげてレンジでチンすると甘みが出るから、うん、好きかもしれない。一応あのジューシーフォーク、あのウェットフードの中には一応こういうものは入ってます。で、ね、だんだんそのウェット、ウェットに強く投げてるじゃん、あれもだんだんやめていきたいんです。でまあ、今のうちはちょっと食べが悪いから十分で、あの子のバトンが増えて大きくなればもうちょっとだけぐらいの食べる量が増えると思いますので、でもまあこのウエットはまあ減量もあって、でもよく食べるようになってきたらじゃんじゃん、そのちょっとあの子には早いに減らしてくる。ではだからまあささみを振りかけやめて、このささみと野菜のこれ1.5g、 なかったらなしでもいいですよ、ある日だって。これね、人参なんてさ、一番手ごとに。